何でしょうな。こんにちは、もうすぐこんばんはですね。イブニング仕事先から帰るところでございますけど、まあ、今はねこれは南高の真っ只中ですかね。で今からですね、まあ、ちょっと仕事先からある程度時間かかるんですけど、あのフェリーターミナル駅に行こうかなというところの道すがらでございます。そんな感じでね、まあ、あのね海をまたぐね今橋の上なんですけど、こんな感じで、まあ、夕日ですね、まあ、夕日綺麗なのもね、あの海の上ですからね、まあ、潮風が欲しいですね。まあ半袖にちょっとね今アームカバーしてるみたいな、まあそんな感じなんですけどね。まあ、結構ね、あの田舎のね、人が大好きなんでね、あの石垣島とか奄美島とかですね、そういったところをね、まあ、離島の、まあ、何が楽しみってやっぱ夕日見るのが楽しみなんですけどですね、まあ、大阪の夕日もね、綺麗なところ綺麗かなというふうに思います。ね、フリーターミナルですからですね、まあ、3年前のね、台風をね、ちょっと思い出しますね。あの大阪にあの、まあ、ものすごいでかい台風ですね、2018年の9月の頭にね、大きいのが一発ドーンってやってきてですね、その時ね、僕ちょっとね、所用で、あの大阪市の、ね、大阪府のね、まあ、先島町線っていうのがですね、この南港のね、このポッツァウンの中にあるわけですけどですね、そこに行くためにニュートラムに乗っていたらですね、あの、まあ、いよいよ風がきつすぎてですね、まあ、あのポート、このフェリーターミナル駅ですね、ここで足止めになったという、そんな思い出があのございますと、いうところですね。これ結構すごかったのがですね、まあ、結構フェリーターミナル駅後で行きますけど、まあ、ものすごい、ね、あの立派な重層な高架の駅なんですけど、まあ、その駅がですね、本当はなんか、まあ、結構大きな、ね、震度3、4クラスの4まで行ったんです、まあ、震度3ぐらいのなんか大きい地震が来たのかなっていうぐらい、駅が揺れましてですね、で目の前の街路樹がですね、あのもうなんかポキ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 と鳴り倒される姿、まあ、そういうのをねちょっと目の当たりしました。心底びっくりしたなと、ね、いうところでございますですね。まあちょっとね風がねちょっと、まあ、海の近くやからきつめですけどですね、まあそんなこともなくですね、まあ、穏やかに一日が終わるとして、まあというところでね、まあ何の話しようかな、まあ今日もねちょっとねネタはね考えてきてるんですけど、まあちょっと駅についてからね、お話ししようかなと思います。今フェリーターミナル駅でございますね、今ホームにおりますというところでございます。まあ、あの新しいね、まあ、あのデビューしたばかりの、ね、車両ですから、車両はねいずれも綺麗でございますというところで、この西行きはね、本当にあの綺麗ですね、見ていただくと、まあ、本当にあのフェリーターミナルがあってですね、この右下のところの、ところが連絡通路になってますというところで、まあ、長いあの連絡通路になりますけれども、まあ、こちらで、まあ、連絡をしているというところです。まあ、ニュートラムはですね、まあ、車両がまあ4両編成ということですけど、あの普通の一般のどうだろう20メートル級の車体でいうと多分もう2両分に満たないのかなっていう、まあ、非常にあの短い編成でございます。まあということでね、まあ、運転本数はですね、かなりあのありますというところですね。まあ、これ、ちょっと見てくださいね。朝のこれ、コスモス QID で8台とかだったら、20、100本かな、ほんと京阪電車並みの、運転本数になってますと、いうところで、まあ、2分間隔、あるいは3分間隔ですね、まあ、ものすごい密度だというところはですね、まあ、結構ですね、コスモスキアと住之江公園から、まあまあ、乗れることになってますということで、昔は、ね、あの住之江公園からでしか
か乗れないということで、まあ、このニュートラルもですね、まあ、ここであの南港のね界隈にあのお住まいの方の通勤しかね、まあ、通勤まああとつが、まあ、この辺にあの、まあ、勤められている方もそうなんですけど、まあ、ただですね、まあ、大阪府庁ですね、佐久島庁舎っていうのはですね、あれは何ビルだ ATC か、まあ、ワールドトレードセンター、中の高層ビルがねあって、まあ、それは橋本さんの時代にですね、ここ大阪府庁の、まあ、佐久島庁舎にしようということでね、まあ、した関係でですね、まあ、佐久島庁舎に出勤される方ですね、まあ、非常に多いと、いうことで、まあ、コスモスケア側でいうと地下鉄中央線がですね、まあ、乗り入れることになっておりますと、いうことなんですけどもですね、まあ、中央線に至ってもですね、まあ、コスモスケア口ですね、大阪港からコスモスケアの間が一番乗ってるってめちゃめちゃ、まあ、すし詰めになってると。でそのまんまですね、まあ、6両編成の中央線の、地下鉄からですね、この4両編成、まあ、実際は2両編成にも満たないであろうと思われる、このニュートラム車両に乗り換えるということになりますからですね、まあ、かなりですね、まあ、パンパンで積み残しがまあ出るようなまあまあ状況になっているというところです。まあ、これコロナ前もコロナ後もあんまり変わらない、みたいですね。でね、フェリーターミナルのね、フェリーをねちょっと見てると ね、ね手前のやつがね、これがおそらく愛媛に行ってるオレンジフェリーだと思うんですよね。これ乗ったことあります。でね、オレンジフェリーはね、全室個室なんでむちゃくちゃ快適でいいです。その奥もね、これあれだね、 A ラインって書いてるから、これ丸 A フェリーですね。これはですね、まあ、奄美群島、あと那覇まで行く航路だと思いますと、いうことですね。まあ、この丸 A フェリーがね本当に止まっちゃうとですね、奄美群島のね方々の物資が止まっちゃってっていうことで、ね、まあ、大騒ぎになるというような感じですね。ね、ちょっとがっつりね、フェリーターミナルで撮影しようかなと思ったんですけど、すいません、コスモスケまでやってまいりましたと、いうところでですね。まあ、この駅のホームの、まあ、特徴はですね、まあ、地下鉄中央線とですね、まあ、まあ、この、ね、ニュートラムホームの開花が中央線のホーム内にあるということで、まあ、乗り換えが非常にスムーズというところが特徴になっていますというところですね。まあ、地下鉄中央線の方はですね、まあ、大阪万博に向けてですね、夢島の方まで延伸するというところが、まあ、決定しているというところと、あと、まあ、夢島トンネルはですね、もう完成しておりますけどですね、その真ん中の部分ですね、地下鉄が延伸した時のための、もう準備工事がされているというところで、まあ、すんなり決まってしまったと、いうことですね。まあ、夢島へのアクセスはね、JR とかも手を挙げていたりとか合わせたんですけどね、桜島から延伸してっていうことで、まあ、距離的にはそんなにやらないといけないというところですね。ただそのね、準備工事とか工事は全く行っていないという、まあ、本当に全くの計画の段階ですから、まあ、2025年まで完成させるのはちょっと無理からの話というところになっているというところで、まあ、中央線が選ばれたというわけでございますね。まあ、IR 構想を、ね、まあ、夢島でやるという話になりますからですね、まあ、IR に向けて、まあね、延伸するような可能性が、ね、あるのかなというふうには思っていますけども、まあ、今のところはまあそんな感じになっているというところでございますね。やっぱね、土曜日の、ね、夕方なんでね、まあ、結構静かでいいのかな、そんな感じがします。じゃあ、ユーミングルーティンを終わります。ありがとうございました。